よろしくお願いします。ちょっとテニスとは違うことを質問させていただきたくて、年間ずっと試合があると思うんですけど、まあ、ダブルス僕勝ちたいんですけど、できなさすぎて落ち込むっていう日々は以前にありました。大切にしてることとかありますか？その大切にしてることはちょっとみんなやってもらいたいんだけど、2、3回心が落ち着くし、いざ本番っていう時に意外になんか近づいてできるんですよね。3回目のトークテーマは杉山さんへの質問コーナー。散々喋ってるからそんな聞くことないんちゃうかなと思うんですけど、間違いない、ね、旦那さんとのこと聞いてくるかもしれませんけど、何でも答えますよ。じゃあ佐藤さん、なんか杉山さんに質問したいことありますか？ちょっとテニスとは違うことを質問させていただきたくて。はい、気になる気になる。キリエの出演って緊張しますか？おぉずっくりね。みんなが聞きたかった質問。私でもね、生放送が好きなんですよ。もうなんかもう失敗してもやり直しが効かないじゃないですけど、ちょっとこうね、テニスにも似てるじゃないけど、スポーツに似てる感じというか、まあ、スタジオの雰囲気がとっても温かいので意外にね緊張しないです。最初も緊張しなくて、でもちょっとずつやっていくうちに、まあ、30秒とか1分とか限られた時間で自分のことを、意見だったりを喋んなきゃいけないんですけど、それができなさすぎて落ち込むっていう日々は以前にありました。なんか、ああこんなこと言いたかったのに全然違うこと言っちゃったとか、上手に伝えられたのになっていう、そういう時期は結構あって、なんか1週間ぐらいガーンって落ち込んでたりとか。佐藤さんは何ですか、そういうメディアの仕事もしたいなとか、そういう夢があるんですか？あ、いや特にないんですけど、大学でも発表とかあった時にすごい緊張しちゃって、テニスの試合よりもなんかそっちの方がすごい緊張して、もうなんか前日からもどうしようどうしようってなっちゃうので。プレゼンとか緊張しますよね。はい、すごい緊張してる。私もプレゼンの方が緊張するかもしれない、テレビより。そうですか。意外にカメラだからね、そんなにあれだけ人もたくさんいないから、人に対してお話しする方がこう、ね、目が向いてたり、なんとなくその会場の雰囲気だったりとか、聞いてくれてるのかな聞いてくれてないのかなとか、そういうのの方がどの自分の気持ちが緊張したりすると思います。じゃあ岡垣君から、じゃあ質問を。まあ、ダブルス僕勝ちたいんですけど、ですごい杉山さんがすごいダブルス世界一になった経験もあって、なんかでもなんかプロってあんまりこう見てると話してるイメージがペアとないんですけど、杉山さんは結構話してたりはしますか？話してました、話してました。マイポイント、マイポイント、マイポイント、サーブどこ打つから、じゃあリターン、ポーチ行かないとか、フェイクするとか、もう結構細かく話してましたよ。あ、そうなんですね。まあ、サインプレーとかやる人もいるけど、私はちょっとねサインがなんかねバレそうだし、あんまりできない感じで。なんか大切にしてることとかありますか？その大切にしてることはエネルギー量。プロでもなんかこう、もうなんか元気がなくなっていくチームとかいるのね、はい、うまくいかないと、はい、そちらでもコミュニケーションも全然取ってないし、マイポイントマイポイントこうもう行ったり来たりで、何のこうそこにエネルギーもないっていう、ペアとやるときはもうよしこっちのものっていう風に思うような怖さがない。だけど逆にこっちがすごくリードしてて、もうねファースト取ってセカンドもリードしてるっていう状態でも、向こうがよしやるぞっていいエネルギーを発してると、あ、何があるかわからないなっていう、その緊張感がこっちに与えられてしまうので、そこでなんかちょっとごちゃごちゃってなっちゃって流れが向こう行っちゃうってこともあるので、やっぱり2人に、自分とパートナーの間に流れるエネルギー量を常に落とさないってことはすごく意識してやってましたね。だから私は結構こう自分から話しに行ったり、はい、まあ、こうチームメイク、ムードメイクする方だったんですけど、そこはすごく大事にしてました。それは結構学生のダブルスと似ているかもしれない。そうだね、そうだね、はい、多分学生も結構勢いで声を出してっていうところ、それはとっても大事だと思います。はい、よかったです。身近に感じれるっていうよりは、いやいやいや、でもやってることは多分プロも学生もね、近いところあると思います。そうですね。
ありがとうございます。コミュニケーションが足し算じゃなく掛け算にもなっていくっていうことですよね。そうですね、本当に、うん、いい時ってわーって2人が乗れる時って、だいたい2人がいい時ってそんなになかったりするじゃないですか。一方がいいとダメで、で今度こっちが良くなってくるとこっちがダメになっちゃったりとか、でもこっちが耐えることによってグッとなった時にグーンっていくっていうのが結構ダブルスの面白みでもあると思うので、ダブルスは本当にエネルギー量が大切だなと思いました、うんうん、はい。次の質問いきましょうか。続いて近見くん、何か質問ありますか。試合前のそのメンタル、気持ちの持ちようをちょっと聞きたくて、僕自身そのうまくいかない時期になると本当に試合前とかも自信がなくて、どういうふうに考えてるのかお聞きしたいです。おお、もうそれをこう学生の時にこう感じられるっていうのはすごい、なんかやっぱり向き合ってるなっていうふうに思うんですけど、私がまあ本当に勝ちにこだわって勝ちたい、結果出したいっていうふうに思い出したのが多分プロに入ってからなんですよね。でジュニア時代とかはまあ普段の力をそれこそね出せればいいやっていう感じで多分大会に臨んでたからこそそんなにプレッシャーがかかんなかったんですけど、やっぱプロになって結果を出さないといけない、結果が出せないとランキングも落ちてしまう、落ちてしまうと試合出られなくなっちゃうとか、そういうこう本当に勝ちにこだわり出した時にすごくこう自信がなくなってしまって怖くなったりっていうのを経験したんですね。どうしたらこの緊張に打ち勝てるかなみたいに思った時にいろいろ情報を集めていて行き着いたのが呼吸法とイメージだったんですよね。ちょっとみんなやってもらいたいんだけど、2、3回ちょっと丹田意識して、でキュッて止めて、でエネルギー体いったっていう時は止まってて、で今度吐き出す時に老廃物とかを吐き出すみたいなのをちょっとやってみてください。で今度自然にそれができるようになったら、エネルギーを体にグッと溜め込んだ時に、例えば自分が元気はつらつでこうプレイしてる、まあ、リアルな映像だったり、対戦相手決まってたらその人からポイントを取るようなラリーだったりっていうのをちょっとイメージして、でふーっと吐き出すっていうことをこうやってたり、心が落ち着くし、いざ本番っていう時に意外になんか近づいてできるんですよね。うん、アスリートって本当呼吸を意識されてますもんね皆さん。そうですね、意外に、まあ、K もねこの間なんか喋ってた時に呼吸、夜寝る前整えて寝るとか言ってましたし、もっと詳しく聞きたくなりました。どうしたらいいですか。よくぞ聞いてくれました。講談社から杉山のウィッシュリスト100という本が出ておりますので。出てるんですか。そうなんです、こちらになります。これです。最後はですね、修造さんとの対談も載ってます。呼吸も詳しく書いてありますので。大学卒業してテニス選手になって、軽々しくは本当に言えないと思うんですけど、こう誰かにこのテニスを見て楽しそうだなとか。私ね、最近やっとなんかこれからの日本は明るいなっていうふうに思いましたし、テニス界も明るいなっていうふうに思いましたので、なんか覚悟決まったというか。